はい、こんにちは、もかです。今日はですね、ホーリーストーンから販売開始となっている HS450 をレビューしていきたいと思います。でこちらはですね、小型の、トイドローンになっているんですけども、 Amazon でだいたい4600円ぐらいで購入することができます。それから、ちょっと変わった機能としては、コード位置装置がついていたりですとか、あとはジェスチャーモード、障害物回避センサーがついていたりするので、今までのトイドローンと比べるとちょっと高性能になっているものとなっています。じゃあ、中身の方を見ていきたいと思います。はい、では中身を取り出してみましたので、紹介の方をしていきたいと思います。まずは、HS450 の本体、ちょっと黄色基調でおしゃれな、ドローンになってますね。それから、予備バッテリーが2つですね。こちらはですね、3.7V の 300mAh ですねが、本体にもセットされているので合計3つついています。あといつものホーリーストーンの送信機ですね。はい、あとは、予備プロペラ、プロペラカードが前面についているので、あまりこうプロペラ傷ついたりすることってないと思うんですけども、プロペラ、予備プロペラが4つついています。それからこちらはバッテリーの充電器ですね。 USB ミニですかね、マイクロ USB ですかね、はい、が、2つついています。あとは、プロペラを交換したりするときとか、電池、送信機の電池を交換するのに使う、ドライバーが1個、そしてプロペラ外し、あとはこれはですね、あれですね、ドローンの後ろのここのモーターの下のところ、軸の下のところにつけるクッションマットですねがついています。あとはいつも通り日本語マニュアルですね。で今回から障害物回避モードと、あと、ジェスチャーモードですかねがついていますので、こんな感じですね。はい、ついていますので、初めての方もそうでない方も一度、日本語マニュアルに目を通しておいた方がいいと思います。それからこちらはバッテリーに関する注意事項ですね。初めてドローンを触る方はこちら読んどいた方がいいと思います。あとはいつも通り、産休カードが1枚ついています。はい、で、今回の HS450 の、特徴なんですけども、先ほどもちょっとお伝えしていますが、障害物回避モード、あとはジェスチャーモードというのがついているのが、大きい特徴かなと思います。あとですね、バッテリー、私ね、これ気づく前にちょっと時間かかったんですけども、バッテリーがこう上からはめるタイプに変更になってます。なので、下にバッテリー取り付けるってことが今まで多かったんですけども、ちょっとすっきりしたね、スタイリッシュな感じに見えますね。なんかスポーツカーっぽく、ちょっと表現あれかもしれないですけど、スポーツカーっぽい感じに見えますね。あとプロペラガードが、上にもついているんですよね。なので、自宅で、家の中で室内で飛ばしたりするときも、こう人に当たってもすごく怪我をしてしまうリスクも少ないですし、あとは結構ね、壁紙とか傷ついちゃったりすることも中にはあると思うんですけども、ちゃんとガードがついているんで、初めての方にも、小さいお子さんが遊ぶにしても、安心かなというふうに思います。それから、電源入れると LED ライトがこうつくんですけども、赤色が後ろ、青色が前って感じなんですけども、これ目視で飛ばすときに結構明るいので非常に便利で、5メートルとか10メートル離れても、色が、確認できるので、機体がどの向き、どっちに向いてるか分かるんですよね。なので、目視で飛ばしてても非常に飛ばしやすいっていうふうに感じました。はい、で、あと送信機の方はですね、詳しくはマニュアル読んでもらいたいんですけども、これが離陸モードですね。それで、あとはこれがスピード調整で、3段階調整できるんですけども、
スピードが一番高い3つ目の状態で飛ばすと、外で飛ばしても多少風があっても普通に飛ばすことができました。なので、まあ、こういうタイプだと結構室内で、いっぱいかなみたいな機体もあったりするんですけども、 HS450 については、まあ、外でもある程度フライトすることができるというのが、まあ、一つ特徴だと思います。あとはこれはね、 3D フリップって言って、こうくるっとこう回転するやつですね。はい。で、私は今回まだジェスチャーモードはちょっと試していないので、まあ、後で試してみようかなと思ってるんですけども、まあ、いろんな楽しみ方ができるドローンになっているので、マニュアル見ながら少し、遊んでいたらどうかなと思います。で、この後一応フライト動画を撮ってきましたので、まあ、カメラついてないんで、こう追い撮りっていうか自分がこう追っかけながら撮ったりしてるドローンなので、少しこうね、わちゃわちゃしてるところもありますけども、よかったら、動画の方も、フライト動画の方も見てもらえればと思います。Just another sunny day.